はい、続いてのチームご紹介します。同じく3回目の演舞になります、茨城よさこい小柳組の皆さんです。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。3度目の演舞になります。あの一番ちっちゃいのはね、どっかいなくなっちゃった、遊びに行っちゃったそうです。小柳組ではあるあるです。大体演舞終わってから探しに行きますからね。あの今ここにいるあの双子ちゃんもいるんですけど、あの双子は必ず片方いないっていうことがありまして、ちっちゃい頃ね、今のちょうどひなちゃんと同じぐらいの年の時に行方不明で最後探しに行くっていうね、あの小柳組4期でしょね。そして私今日最後踊りません。なんでってでしょ、手抜きです、すいません手抜きです。もうね来年50なんで最後ちょっとゆっくりさせてください。そして若い子が、はい、素晴らしいですよ。カメラさんよろしくお願いしますね。可愛い子が前に入りますから写真をいっぱい撮ってね、眺めてください。え、どうしてと思ってる今ね、どうしてごめんね、裏切った形になってごめんなさい。そうなんです、もうちゃんと鳴子も用意して準備したのに後ろに下がります。小柳組代表、どうぞ、あなたの声の子とても素敵です、どうぞ紹介ください。よっくん、会場の皆様に、はい、お願いします。お願いします。なおる、おめでとうございます。皆さん、手拍子、足拍子よろしくお願いします。Thank you.